あざっす、国さんです。今回なんですけども、今回はね、塩原温泉で宿泊した旅館をですね、皆様にご紹介しようと思っております。今回宿泊するところなんですけども、この後ろにあります茗荷屋本館さんになります。ここはね、栃木県観光ポスターでもね採用されました名湯があるね旅館になります。建物自体はねそんなに新しくはないんですけども、味があって、特にですね、ここのね一番の魅力はですね、露天風呂なんですよ。川沿いに作った露天風呂、これがね最高にいいところなんですね。すでに私はですねチェックインは済ませてますので、まずはねお部屋の方からご紹介していこうかなと思っております。それではですね、旅館の方に入っていきたいと思います。それではですね、私が今回宿泊するお部屋はですね、303号室ですね。はい、入ってきます。あったかい。はい、入り口入るとこんな感じですね。はい、で、入ってすぐ冷蔵庫がここにあります。冷蔵庫を開けますとね、ほら、もうすでにアサヒビールとかペプシ、三ツ矢サイダー、バヤリーズ、ワンカップみたいな日本酒ですね、こんなのも入ってまして、はい、こうやってね、金額、ここに料金表が書いてあります。チェックアウトの時にお支払いするような形なんですね。はい、上にコップ、洗面所ありますね。で、洗面所があって、あとここは何だろうな、あ、ここはトイレですね。はい、一応ウォシュレットタイプになってますね。はい、それではね、メインのお部屋の方をご紹介していこうと思います。はい、せーの、オープン。はい、こんな感じです。あったけー。お部屋の方はですね、10畳ですね。はい、自分のバッグここに置いてます。こんな感じですね。金庫があって、あとはテレビですね。はい、今日1人だったんで席もね1つなってますね。ポットも置いてあるとか、まあここら辺はね一般的な感じですね。はい、それではね、窓からの景色どんな感じか、はい、見ていきましょう。はい、うん、はい、オープン。こんな感じです。いやー、昨日雪降ったからね、雪景色いいですね。下には川が流れてますね。はい、下の方行きますとね、川岸にね、ここの名湯といいますか、このね川岸のところにございます。それではですね、まずはね露天風呂入ってこようかなと思います。はい、加賀屋本館さんの室内に来てみました。こんな感じです。背中はねこんな感じになります。それではね、室内に着替えてきたのでお風呂入っていきたいと思います。はい、地下1階に来ますとね、お風呂場ありますね。はい、こちらがね、共方になってまして、で、左手行きますと、こちらがね、女性のお風呂場ですね。その手前ね、右曲がりますとね、川岸露天風呂、ここのね、旅館の醍醐味、一番の醍醐味である露天風呂、そちらの方に行くような形になってますね。はい、まずはね、こっちのお風呂、川岸露天風呂じゃない方ね、どんな感じなのか見ていきましょう。はい、脱衣所はね、こんな感じになっております。カミソリとかね、スキンケアローション、ヘアトニックとかドライヤー、そこら辺はね基本的なものはございますね。はい、それとね、商品専用のね鍵付きのロッカーって、そういうのもねここにはございます。はい、こちらがですね、内風呂になりますね。はい、こんな感じになってます。お風呂はね2箇所ありますね。はい、手前が濁ってるお風呂で、お風呂はね、どうなんでしょう。お風呂はね、色ちょっと黒いような感じのお風呂ですね。
次はですね、川西露天風呂の方に行きたいと思います。はい、ここから外ですね。あー寒い。こんな感じですね、出てすぐ。いやめっちゃ寒い外。早くお風呂入ろう。寒いよ。うわで次は、おおめっちゃ急やん。うわ階段苦手な人はちょっと辛いかもしれないですね。めっちゃ急ですよこれ。はい、おおこのギシギシいう感じがいいですね。味があって、おお前空いてる。前が壁がない。はい行きましょう。めっちゃ急よ。これですよだって。おおこれご年配の方はちょっときついですね行くのは。うん、でもこのギシギシいう感じがねいいですね。おおはいはい、いやなんかねやっぱ味があっていいですねこの雰囲気。はい、あ寒い。よいしょ、うん、こんな感じです。あ、ガラスが割れとる。あ、上も割れてる。よっしゃ、あ、またここも急やん。おお、怖い。すごいな、もう。よっしゃ、でもなんか面白いですね。おぉ、蜘蛛の巣が張っとる。穴が開いちゃってる。おなんか湯気が結構出てきた感じですね。はい、おあれかな、こっちがね、女性用の露天風呂ですね。はい、でこっち、その方が水場と書いてあるので、こっち行きますか。はい、いや、濡れてるな。歩くときちょっと注意ですね。うわー、超急だ。ここ危ねえな。よいしょ。はい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 。脱衣所ですね。はい。こんな感じで。それではね、ここの加賀屋本館さんの一番の醍醐味の露天風呂、今ね、向かい側にあるんですよ。それでは皆さんにもご紹介したいと思います。まずね、ここってね、入るところが 1,2,3,4 箇所あるんですね。はい、こんな感じになります。はい、はい、こんな感じになります。いや川西というか、本当に川の隣ですよ。じゃん、いやこれいい感じですね。で、次に左側もね、こんな感じになってますね。はい、味がある露天風呂です。いやこれはたまらんぞ。はい、この画角がですね、加賀屋本館さんのホームページの方でも掲載されてる画角ですね。いやこれいいですね。そしてね、こっちにもね、あります。入るところがね、溢れた温泉はね、全部川に流れてるような感じですね。はい、いやー、これ、たまらんっすよ。それではですね、温泉の方、入っていこうと思います。いやー、楽しみ。いやー、最高です。はい。このね、最高な景色とね、最高なお風呂、もうね、たまんないっすね。うん、もしね、入ってみたいと思いましたらね、加賀屋本館さんのね、最高な露天風呂入ってみてください。はい、最高っす。あー気持ちいい。はい、お風呂入ってきました。ちょっと待ってください。
くー、すっきりした。ここのね、温泉について一つお伝えしたいなと思って今動画回します。ここのね、温泉なんですけども、4つのね、泉質がございまして、5つの源泉があるような形ですね。それで源泉かけ流しという形でね、温泉自体はね、男性もしくは女性オンリーっていう形の入るところなんですけども、合計で10種類ですね、あるような形の温泉になります。それでね、携帯電話、インターネットの状況なんですけども、室内、私が今ここいるところなんですけども、これを見ますとアンテナ立ってないんですね。フロントの近く、ロビーのところなんですけども、そこですと Wi-Fi 環境がございますので、ロビーの方に行かないとちょっとね、インターネット使うことができないと、そこがちょっと不便な部分なんですけども、逆にね、インターネット環境がないところで、インターネットの環境から離れて、まあこういう旅館でゆっくりするという形を取るような、そういう考えでね、部屋の方にね、ゆっくりするという形で考えれば、まあそこはね、いいんじゃないのかなと、はい、思います。それで今回ね、宿泊をしている茗荷屋本館さん、ここのね、料金なんですけども、1泊2日で基本料金は16,500円、これは税込みになります。それで今回ね、 GoTo トラベル、それを適用させまして、併用してね、前回湯西川温泉と同様に、栃木県一旅行一宿泊というね、栃木県のこのコロナに対する宿泊補助プラン、そのね、2つ適用させまして、こんな感じでね、金額なってます。だいぶね、お得な感じで宿泊することができました。現在ね、12月18日なんですけども、12月14日からね、新規に対しての GoTo トラベルっていうのはね、適用はできないんですけども、それ以前にね、ここの茗荷屋さん予約しておりましたので、今回はね、 GoTo トラベル適用することができまして、お安く泊まることができました。食べ終わって部屋の方に戻ってきました。まず第一印象としてはね、めちゃくちゃボリュームがね、半端ないです。これビールとかアルコール類飲んでしまうとね、多分全部食べきれないですね。そのぐらいの量がありました。何食べてもね、すごい上品な味で大変美味しかったです。まあお刺身なんかはね、山魚関連のね、お刺身も入ってまして、それとイワナだと思うんですけども、イワナのね、塩焼き、しかもお鍋ね、豚肉、つみれ、鶏肉、白菜入ったりネギ入ったりね、あれがね、深さ結構ね、お鍋自体深くてね、めちゃくちゃボリュームありました。それとマスのね、バターホイル包み焼き、これも美味しかったですね。中に入ってるキノコとね、マスのね、マッチングも最高でした。いやー、茗荷屋本店さんのね、温泉もいいですけど、夕飯美味しいですね。ここはね、温泉だけじゃなくて夕飯も美味しいのでね、また来たいって感じました。それと部屋に戻ってきましたら、こちら、はい、お布団が敷いてありましたね。はい、まだ時間がね、早いので、部屋の方でゆっくりして、そしたらね、霧のいいところで寝ようかなって思います。今日のね、動画は終わりにしまして、明日はね、朝食皆さんにご紹介していこうかなと思います。それでは皆様、おやすみなさい。
おはようございます、今朝の5時50分です。お風呂、朝風呂ね、入ってきまして、そしたらね、朝食をね、行って皆さんにご紹介しようと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。ここのね、一番の魅力、露天風呂ですね。川沿いにね、設置された露天風呂、これはね、なんといってもね、最高でしたね。そして朝食と夕食ですね。まず夕食、夕食はね、刺身、サーモンみたいなのあったと思うんですけども、これはね、地元で採れたヤシオマスのお刺身ですね。これがね、そんなにね、味がね、くどくなくてさっぱりしてるんですけども、風味豊かでとても美味しいお刺身でした。それとお鍋ですね、これもね、めちゃくちゃボリュームがありましたね。上にね、豚肉たくさん乗ってまして、野菜ね、白菜と、そしてね、つみれですね、お団子、これ一つだけでね、十分お腹いっぱいになるんですけどもね、これビールとか飲んでしまうと多分おかず関連残ってしまうんじゃないか、そのぐらいのね、ボリュームがありました。たくさんの種類があったので、料理がすごく楽しめたので、これはね、夕食良かったんじゃないかなと思います。そして朝食の方ですね、こちらの朝食の方もですね、ヤシオマスの使ったね、サラダですね。お店のね、料理名としてはかんぴょうサラダとして提供されてるみたいなんですけども、このヤシオマスの入ったかんぴょうサラダ、これがね、朝食の中では一番美味しかった料理の一つだと思います。風味豊かなヤシオマスのこのお刺身、それとね、サラダ、マヨネーズみたいな感じで絡めたソースだったんですけども、ご飯とすごい合うんですね。ちなみにね、私ご飯一杯おかわりしまして、ご飯2杯食べたような感じです。私ね、そんなに朝ご飯食べないんですけども、美味しかったのでね、ついついご飯ね、2杯食べてしまいました。パッと見ね、普通なね、旅館の提供されてる料理かなと思うんですけども、地方の提供されてるご飯、各ね、素材の味を生かした料理でしたので、とても料理は良かったんじゃないかなと思います。そして一つ皆様にお伝えしたいことがあるんですけども、今回私ね、 GoTo トラベル使用したんですけども、それに伴ってね、地域共通クーポンいただいたんですけども、ここの売店ですと使用ができません。ですので、チェックインする前とかですね、まあ道中で、もしくはチェックアウトしてからですね、近くの共通クーポン、使えるところのお店で使ってっていう形になります。使えるお店はですね、下のね、概要欄の方にリンクをね、記載しておきますので、そちらの方をね、見て使うところをね、見つけてご使用になってください。今回の動画はね、参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとまだチャンネル登録をされてない方はですね、下にね、チャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。